建物の様々な部分への流れを調節するために、合成ある高配管とストップバルブを組み合わせた試行例。異なる系統を曲げたり交差させて、複雑な感度を構成している。配管は、液体、気体、粉体などの流体を輸送、密閉、蓄圧することや配線などの保護を目的に、管、チューブ、ホースを取り付けることである。 また、管自体を指していう場合もある。様々な用途に流体を運ぶシステム。配管は、パイプ、バルブ、衛生器具、タンク、およびその他の装置を使用して、流体を運びます。冷暖房、廃棄物の除去、および飲料水の供給は、配管の最も一般的な用途の一つですが、これらの用途に限定されません。ローマ時代に最初に使用された効果的なパイプは、 鉛パイプであったため、この単語は、ラテン語で鉛、鉛を意味します。イギリス、バースのローマ浴場にある、縫い目が折りたたまれた、ローマの鉛パイプ建物内の、銅配管システムラジエーター加熱システムで使用される、銅製の水管のシステム。フランス、ベルサイユ近郊のマルリーの機械の残骸である古い、水道管軟式給水管の設置例。実際に水を流しているのは、 内側のチューブで、外側のチューブは保護ケーシングとしてのみ機能している。行動、プラスチックシンク用のプラスチック製のホット及び、コールド供給配管ガス供給ラインの継ぎ手を締める、配管口、パイプを保持及び回転させるためのパイプレンチ。ありがとうございます。